あかん。間違いない。洗濯物の山やから、こいつはめっちゃ忙しい。ほんまだね。入りたくない。シールが落ちた？何が入ってるんでしょうね。洗濯物です。あ、重たい。重たい。おはようございます。おはようございます。本日は雨。また雨。雨でございます。じゃあ今からね、朝食の方ね。あれ、食べてませんでした？え？さっき。朝食の方。前菜。あ、前菜朝食の方を食べに行きたいと思います。じゃあ今日も一日よろしくお願いします。今からどこ行くんですか？今からバームクーヘン。ラコリーナ。ラコリーナですか？はい。よく覚えてます。バームクーヘンで結構有名な。そうそう。で、今何されてるんですか？ちょっとアジサイでも見に連れて行ってもらえたらいいなと思って調べてます。見つけれますか？いや、森山、すごい面白い。どこだ？案内を終了します。キャンピングカー行けるかな？バスって書いてある。俺らバス違うよ。運転お疲れ様でした。すごいとこにあるやね。ね、私はバームクーヘンと、うん、ふわふわのホイップクリームのケーキやったらホイップクリームのケーキ取る。あ、そう。じゃあいらんやん、別にここ。そんなことやったらやん。ああ、うん。そう。生クリームとかが大好きやから。まあ好きやね。うん。でもバームクーヘン好きよ、私。そんな買い物しないよ。バームクーヘン買わなきゃ。バームソフトで。確か1時間前に朝食食べたばっかりやった。お腹いっぱい言うてなかった？バームクーヘン食べられへんわとか言うてたね。うん、言うてた。あ、これシャキシャキのやつ。これが好きなやつ、うん、牛乳の方でした。何口開けても何マスクおろしてもらったの。おかしくない？あ、ね、俺の好きなやつや。すごいね。これがあれやね、鳥の糞がずっと溜まった跡がこうなんだよね。え、なんかあそこにもなんか入っていくところがあるよ。なんかお店あるね。このあ、これにしよう。一つこれバナナのミルフィーユでした。はい、ありました。
かに。はい、行きたい。何か中にバームクーヘンが入ってる。はい、どれでしょう。やっちゃったな。こっちも可愛くない。ね。うん。はい、ラコリーナどうでしたか？はい、もうなんかあのさ、うん、バームクーヘンのさ、息あったやろ、うん、あそこになんか疲れたくなってで、ぐるぐる回る、ぐるぐるぐる細くしてもらって平らにしてひゃーってぐる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 回りたいいい感じのお店でしたね、うん、敷地も広いしね、ね、自然の中にあるね、うん、うん、遊べるよ、うん、そうやね、子供たちもね、キャンピングカーも OK です。キャンピングカーの唯一の難点はやっぱりこの雨降った時に槍にね雨粒が当たる音がこう結構するっていうのはまああるかな。だから気付けない。全然私繊細ですか繊細寝られずぶたい人やと思ってんけどちょっと耳栓かって、うん、耳栓あったらまあ、ね、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価ボタンお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。いやー帰ってきた。帰ってきた。大阪の匂いが。あ、大阪の匂い。たこ焼き大阪帰ったたこ焼き。たこ焼きの匂い。じゃあ京都だったら京都、うん、おたべ。おたべ、おたべってそんな匂いするのかなおたべ、あ、抹茶。抹茶、あー香りがた。なんか食べてばっかりやったね、まだ今回も。いや、キャンピングカーのメインのチャンネルなのにグルメ旅じゃないですからね。キャンピングカーちゃう食べ物ばっかりや。